はい。ダイワピュアラブです。あのー、90年代に発売された古い本を買いたいなと思って調べてたんですけど、ちょっと近所の本屋とか、まあネット書店にもなかなか新品の在庫がなかったんですね。うん、で、アマゾンのマーケットプレイスっていう中古とか、あのー、 個人の取引ができる場所には、あの、出品してる人がいたんですね。うん。で、あの、海外の業者の人だったんですけど、評価が結構良かったんで、まあ大丈夫かなと思って、えー、Amazon のマーケットプレイスで購入したんですね。なんだけど、実際に来た商品は全然違う。 商品が来たんですね。うん。で、その人の評価もね、後々見返してみたら、なんかこう、評価が高いところは、AI っていうか、コンピューターで、意図的に、ダダダダダダとこう、騙しでつけてたもので、後を遡ってみると、全然違う商品が届きましたとか、商品が届かなかったですっていう、 人がめちゃくちゃいたんですね。うん。だから、あの、実は詐欺業者だったみたいなんですよ。うん。で、まあ、またね、違う業者をちょっと出品してないかなと思ってみたら、あの、別の人がね、非常にいい状態の本ですって書いてあったから、まあ、頼んだんですね。そしたら、めちゃくちゃボロボロで、 非常に悪い商品が届いたんですね。うん。だから、非常にいいって書いてて、非常に悪い商品を送るっていう、まさに詐欺ですよね、これも。うん。だから、こういうね、詐欺業者みたいなやつが、アマゾンってなんかめちゃくちゃ増えてて、野放なしになってるみたいなんですよね。うん。なんか、他のね、口コミサイトなんかとか、体験談なんかを見てても、その、 同じようにね、騙されましたって人が結構いたんですよね。うんで、なんか NHK のね、クローズアップ現代なんかでも、その Amazon のね、マーケットプレイスなんかに、あの、海外の詐欺業者が、えー、故障品を出品したりとか、えっ、ー、と、全然違うものを出品したりしてるっていう、その、えー、 詐欺業者の特集をやってたみたいなんですよね。うん、うん。だから実際この、そういうアマゾンのね、マーケットプレイスの詐欺業者に被害に遭ってる人って結構多いみたいなんですよね。うん。本当だから許せないですね、これ。マジで。うん。で、あの、その後に、今度はあのメルカリでね、買おうかなと思って、メルカリで買ったんですね。で、 あのー、今度はその新品って書いてるやつをメルカリで買ったんですね。なんだけど、また実際届いてみた商品は、明らかに新品じゃなくて、中古のボロボロなものが届いたんですね。うん、で、そのメルカリで出品していた人は、出品者が女性になってたんですね。アイコンも女性で。なんだけど、その送り、 つけてきたその出品者は明らかに男だったんですね。うん、で、なんかおかしいなと思って、その SNS とかね、ツイッターなんかで調べてみたら、なんかそのメルカリでね、男の背取りって言われてるその、えー、なんだろう、うあの、中古販売業者かな。そういうような人が男性なんだけど、女性に偽るこの、 ネカマっていうのをやってメルカリで販売してるっていうことを知ったんですねうん。だからメルカリってなんかやけに女性の出品者がばっかりだなって思ってたんですけど、実は男性が女性のふりをしていたっていうことだったんですね。うんちょっと驚愕しましたね、本当に。うんだからなんだろう、この まあ、あメルカリにしても、そのアマゾンのマーケットプレイスにしても、その、セドリって言われているような、あの、ま、あそれこそ状態の悪い商品を新品と偽って売ったりとか、故障してるのに、故障してないようにして売ったりとか、あとはなんかその、偽のブランド品を正規品と偽って売ったりとか、そういうような、あの、セドリ業者って言われている人が、めちゃくちゃ増えてるらしいんですね。うん。 だから、ね本当に最悪ですよね。まあ、アマゾンのマーケットプレイスも、数年前にね、使ったときは、めちゃくちゃ良かったんですよね。うん。で、あの、メルカリも、その、メルカリが出始めの頃かな。うん。なんかその頃に何度か使ったことがあったんですけど、その頃はそういうせどり業者とかね、騙してるような人っていなかった気がするんですよ。 だから、その、出始めの頃にね、何度か使った時は、メルカリもめちゃくちゃ、ね、良かったし、騙しとか嘘もなかった気がするんですよね。うん。だから、結局ね、そういう、うね、騙してでも金にすればいいというか、うん。買う側の人の気持ちなんて一切考えてないっていうようなね。 うん、そういうような人が増えてきたんだなっていうことですごい悲しい気分になりましたね。うんまあ自分だったら考えられないですけどね、その、あの、ねえ、騙して売るっていうような考え方っていうのは。絶対そんな良心が痛むと思うんですよね。うんちょっともう、 うん悲しい気分にもなったし、驚愕もしたしうん。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。